皆さん、お元気ですか？ヨゼフです。最近、私は、ある英語の参考書の CD を、繰り返し何度も聞いているのですが、なかなかうまくいきません。何が難しいのか、少し考えてみました。では、始まり始まり。最近、私は、Duo 3.0 の見出し英文の音声データを、再生速度 80% で、繰り返し何度も聞いております。一度聞けば、即座に聞き取れる簡単な英文がある一方、繰り返し何度聞いても聞き取るのが難しい英文もたくさんありまして、聞き取りの練習はあまり進んでおりません。Duo 3.0 の見出し英文は、優しい内容から徐々に難しい内容に進むという構成になっていません。ですから、セクション1とセクション15を比べて、セクション15の内容が難しいかというと、そんなに変わらないんですよね。内容だけでなく、聞き取りやすさに関しても徐々に難しくなるという構成になっておりません。すでに見出し英文560本の音の変化について確認してみたのですが、ほとんど音が変化しない英文もあります。また、変化していても簡単に理解できる音の変化もあります。しかしですね、どのような理屈があるのかさっぱりわからない音の変化までありまして、全体としてはごちゃ混ぜなんですね。これを一体どうしろというのか。ところで、外国語学習の理想の一つは、あるがまま覚えることなのですが、私はこれがとても苦手です。で、理屈に頼る私に残された道は、そのごちゃ混ぜの音の変化を整理整頓してすっきりさせることなのですが、一体どうすればすっきりするのか。見出し英文560本のですね、ごちゃ混ぜの音の変化について気になることを少しずつでいいので整理していけば、ある日突然霧が晴れてすっきりするかもしれません。ちょっと一般的な話になるのですが、英語学習において霧が晴れるまで3ヶ月かかるということになっております。さて、すっきりとまではいかなくても気にならない程度に納得できれば、ごちゃ混ぜの音の変化を含む英文をあるがまま覚えられる可能性はありますというふうに考えまして、最近 CD を聞いていて気になることを少しずつまとめております。 CD を聞いていて気になることを音声学的に分析できれば本当にすっきりするのでしょうが、知識がかなり不足していますので、それは難しいことです。そもそもですね、 CD の音声が実際にどのように聞こえるかを確認すること自体が難しく、さらに音の変化を正しく分析するとなると二重に難しくなってしまいます。しかし、私の目標はですね、正しい分析ではなくて納得してすっきりすることなんですね。ですから、間違いを恐れず我流で突き進むしかありません。ということで、Duo 3.0 の CD を聞いていて気になることという題名の動画を準備中です。見出し英文を順番に分析するのではなくて、テーマを決めて取り組む予定です。で、1、2、3、4、5はすでにちょっともう分析終わったテーマなんですが、1はですね、発音記号に関する八つ当たり。これまあちょっと内容を言いますと、Duo 3.0 に説明として載っている発音記号と CD を聞いて実際に流れてくる音声の食い違いがあるんですね。なぜ食い違うのか。本当に腹が立ってしまうので、本気で八つ当たりしております。2、定冠詞座に関わる音の変化。これが何度も何度もね、出てくるんですけれども、毎回座または the と発音されていれば何の問題もないんですけど、まあそういうそのままの発音もあるんですが、ほとんどの場合音が変化しています。どんな音の変化になっているのかというのをちょっと調べてみております。3も同じで、前置詞オブがですね、そのままだったら独立してそのままオブというような発音になっていれば簡単この上ないのですが、まあ大抵の場合前の単語とくっついて、まあちょっと聞き取りにくい状態になっていたりとか、ちょっと困ったのはズだけになってしまう場合も少しありまして、それらをちょっと全部調べてみました。4はちょっととてつもなく大きな内容なんですが、子音の脱落。大体音の変化ってほとんどが子音の脱落なんですね。で、子音の脱落とても多いので、その中で見た目で判断できるタイプの子音の脱落について、ちょっと Duo 3.0 の見出し英文全部について調べてみました。
これちょっと収集つかないぐらい大変な作業になってしまいましたが、まあとりあえず私の中では何とか納得できるレベルに落ち着いたように思います。で、丸5はですね、認証代名詞に関わる音の変化、これちょっと何のことを言ってるか分かりにくいと思います。ということで、丸5についてはちょっと具体的にそこに書いてみたのですが、その画面ではですね、認証代名詞の his の問題ですね。で、in his と on his の2種類あるんですけれども、まあそれ以外にもあるんですけれども、まあ大きく分けてこの2種類が代表的な例で、his の中の h の音が脱落するんです。さらにその直前の in または on の n の音とくっついてしまうので、118とか374の場合は in his のように聞こえまして、434とか547の場合は on his のように聞こえるのです。こういうのをですね、全部見出し英文から取ってきて、じゃあこれとこれをちょっと代表として説明するというふうな感じで、私の中では少しすっきりした形になっております。リオ 3.0 を500周した後、見出し英文をひたすら書き取る予定でしたが、予定は狂いに狂っておりまして、今は CD の音声をじっくり聞いております。こんな作業をしていて英語の実力がつくのかどうかよくわかりません。しかし過去55年間以上にわたる私の英語学習で、気になりながらもやり残してきた内容なんです。ということで、従来のやつあたりはしばらく休んで、今後も CD をじっくり聞く予定です。最後までご視聴いただきありがとうございました。いいねとチャンネル登録をよろしくお願いします。ヨゼフでした。さよなら、さよなら、さよなら。